パでちょっとあのやらせてください今度。やりましょうよ、はい、外でやりましょうか今度、ね、唐突に肉これからこれがだっていいじゃないですか、春で最高ですよ、ね、いいですよね、はい、肉から入った肉から入った肉から入った、ね、今日って何の話になるんだということで、まあ、今回もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、今回もですね、関町セラーからお送りします、東京サッカー通信、毎回ユニークなゲストをお迎えして東京のサッカー、スポーツ、カルチャーについて、美味しいお酒とともにですねお話をじっくりお伺いするという番組です。よろしくお願いいたします。お願いします。東京都練馬区、青梅街道沿いの酒屋さん関町セラーさんから、私新作とおしゃべりディレクターのブラジル36映像職人はパラグエでお送りしますのでよろしくお願いいたします。お願いします。で、本日のゲストとテーマなんですけども、ゲストはこちら、善福寺公園テニスクラブ、はい、支配員野田照彦さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回お伺いしたいお話はですね、あれなんですけども、地域コミュニティの仕掛け人ということで、スポーツが地域を元気に明るく楽しくするというテーマで深くお聞きしたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。もうそうなんですけども、あれここに、ビールが何でしょうか、ありますので、まずはこれで乾杯してからですね、喉を潤してそれでおしゃべりをしたいなと思って、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あー、うまい、うまい、おいしい。あ、どうも、いらっしゃいませ。今日は関町セラーの石塚ペンチ、今日飲んでいただいたのは、飲みやすい酒屋でちょっと生のクラフトビールをやってまして、はい、その中の一つで、オンザクラウドっていう名前、オンザクラウド、雲のような上にいるような、はい、そういうような雲の上雲上人だこれどこのビールなんですか。日本のビールなんですよ、はい、あのキリンさんのこうクラフトビール部門で作ってるビールで、はい、これでこう作ってる小麦のビールですね。あ、だから軽いんですよ。ネルソンソービンっていうソービニオンブランのような白い、白ワインのような香りがちょっとするホップを使ってるワインなんですよ。はあ、なので一口目でこうかあの綺麗な味になるかなと思うんですけど、そういうやつです。なんかあったかくなってくるとこういうのいいですね、1杯目にね。そうなんです、うん、ちょっと酒屋で生ビールやりたくて。いいね。今酒屋で4種類ぐらい。ほう、これも置いてあるんですか。今置いてあります。ただ週替わりなんでいろんなものが。で 今だとこれが飲めるんですか。じゃ毎週来いってことです。そういうことですね。毎週来れば毎週飲めるタイプ。ちょっと今つまみも今ご用意したので、よろしかったら。はい、行きますか。これは何ですか。牡蠣です。牡蠣ですか。牡蠣の燻製油漬け、お店で売ってる、おつまみでございます。これ合うのか、合うと思って今出したの。そうなんですよ。食べていいですか。あ、もちろんもちろん、ぜひ食べてみてください。あ、美味しい、これは合うの。あ、うまいですよね。牡蠣燻製、単純にもう燻製にしたものを油漬けしてる、もう昔ながらのおつまみなんですけど、これちょっと今直火で缶詰グツグツしたのをちょっとお出ししてるんですけど。あ、だからあったかいんですかこれ。そうなんですよ。もう直火でちょっとグツグツってやっただけでもすごい美味しいので。これあれですか、関町セラーさんっていうのはビールがこれ飲めるんですか。飲めます、大丈夫ですよ。で、おつまみも一緒に購入してて、買ってきていただければ、うちでガスコンロとかもお貸しします。ガスコンロもある。それでグツグツやったりとか、ね、ここでですね。そうですね、乾きもテラスで。はい、テラスで50人入れるんですか。マックス50人ってもうだいぶですけど、まあ、3、40人ぐらいは簡単に持ちます。じゃあ大坂なおみちゃんの試合とか見ながら。そうですね、いいじゃないですか、ビール飲みながら。はあ、そうなんですよ。そういう感じでちょっとこうスポーツも絡めてできるような空間になってますんで、はい、地域コミュニティの場所ですね。本当に素晴らしい。やってぶっ込んでってもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。ぶっ込みます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ改めまして、野田さんのちょっとプロファイルをご紹介したいなというふうに思います。はい、生年月日がですね、1972年ということで、はい、現在46歳です。46歳ですかね。はい、で、出身地は練馬区と、この辺な、はい、周辺ですよね、はい、で。生まれも育ちも練馬区ということですよね。はい、今善福寺公園テニスクラブも今年45年なんですよ。45周年すごい。そうなんです。僕が2歳の時にオープンしましてですね。すごい。はい、っていう、まあ、歴史のあるところだったんですけど、うん、あの父がまあずっと頑張ってまして、うんうん、で私もまあ飲食店という別の業界で頑張ってはいたんですけど、父が70になったのを機にですね、うん、戻ってきてくれというところと、まあ、僕としてもやはり、まあ、家の方を手伝おうという気持ちでですね、うん、まあ、入ってきたのがちょうど11、2年前ですかね。はい、じゃあその時ってやっぱり子供の頃からその11、
1年外出て働いて、はい、でこうお父様のそのテニスクラブに戻ってこられて、はい、そこでこうなんか感じたことってあります？その、まあ、随分変わったな、それとも変わってないなとか、どんなことをこうやっぱこう感じたんですか？変わったというかですね、僕が2歳の時にオープンしてまして、うん、まあ、40、その時にもう30年以上経ってるクラブですね、うんうん、僕が小さい時のですね、うん、会員さんがまだいるわけですよ。あ、そのままそうスライドしてこうね、はい、そうなんですよ、はい、だから会員さんにとってはテルちゃん、僕は野田テル彦なんてテルちゃんだったんですけど、テルちゃん、もう会員さん、お客様が僕はテルちゃんなわけ、はいはい、いつまで経ってももうそれでも30過ぎてる35のおじさんなんですけど35なんですけど、会員様からすると、まあ、僕はテルちゃんっていう感じだったんですね、はいはい、だ非常にそういう意味では僕も馴染みがあったので、はいはい、非常にまあそういう意味では入りやすかったんですけど、45年前でしたっけ、はい、そうですね、その頃テニスってのはどういうスポーツだったんですか？やっぱりですね、ちょっとこう敗訴 なイメージでですね、ああそうでしょう、はい、うん、ただですね、うん、今うちも高齢化進んでまして、やっぱり今平均年齢70ぐらいまでいってるんですよ、うん、ですね、平均年齢が 70なんですよ。これですね、毎年1歳ずつ上がっていくわけですということはですよ、45年前はですね45歳若かったわけですよ。あ、そうですね、何が楽しかったってですね、だいたい平均年齢30代半ばぐらいのですね、うん、独身の男性女性の集まりだったわけです。コミュニティ、そうなんです。なるほど。いや戻りたかったここだけの話ですけど、僕が戻った時ってですね、やっぱりそれなりのやっぱ年齢重ねた世代の方が多いんですけど、うちの父が開業した時にはですね、30代がメインだったわけです。でそれなりに男性はですね、まあ、社会的にもそれなりの地位のある方で、女性はそれなりの方たちがいたわけですよね、はい、それはそれは楽しかった素敵なコミュニティ。いやもう、うちの父が結構悩んだのは会員様同士のですね、男女間のあだかりなっていうので結構大変だったあ、ここだけの話ですけどね、ここだけの話ですよ ですよね、はい、まあ、ちゃんとインターネットで配信されますので大丈夫ですね。じゃあここだけの話ですよ。地域のこうコミュニティというか社交場みたいな、社交場、本当に任せると社交場でしたね。なるほど。じゃあちょっとそのこの間ね、はい、お邪魔したんで、はい、その施設の紹介とかですね、ちょっとこのビデオ見ながらですね、ぜひぜひちょっと教えていただきたいなっていうのを思ってるんですけども、はい、これクラブハウスですよね。そうですね、まだ3年ぐらいなんですけど、はいはい、まあ、震災の時の2011年の時にですね、かなり前の旧クラブハウスがひびが入りまして、はい、あ、そうなんですね、でこのままやっぱ維持していくのが難しいというところで、これから先10年20年先を見越してですね、やっぱ建て替えたっていうのが大きいですね。あ、なんかいいエントランスですね。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ今フロント町田さんっていうフロントのスタッフなんです。うちフロント3名いるんですよ。すごいなんかありがとうございます。いい人ですよね。町田さんも素晴らしいです。他の2人もですね、本当にうちのフロントがですね、自信持ってですね、おすすめできるスタッフが揃ってますので、いい雰囲気だわ。はい、明るいです。非常にこう開放。あ、あ、今日3月2日ですけどね。明日がひな祭り、ね、祭りですからね。はい。こうカップとかもですね、うちも結構ですね、まあ、ずっとトーナメント大会もやってますので、あ、シダヨラケット、これ、ね、じゃああれですか、もうなんか手ぶらで、ね、手ぶらで行っても大丈夫なんですね、はい、これピピちゃんですね。ピピちゃん、ピピちゃん、俺も 7,8 年前にですね、台風の次の日にですね、桜の木の下で弱ってるヒナのピピちゃんを見つけましてで名前もですね、これも応募しまして決まったピピちゃん。あ、これ、はい、あ、これテニスですね。そうですね、クレーコート、これクレーコート、土のコートですね、うん、これ何面ぐらいあるんですか？まあ、クレーコートが8面と人工芝のオムニコートが2面です。合計10面ですね。10面、はい。作りとしてはこう真ん中の通路を挟んでですね、2面ずつがまあ5箇所という形になってますね。でこっちの反対側の方にはなんかテラスみたいなウッドデッキみたいなのありますけども、はい、このですね、ここのところにちょうど多分見えますね、これですね、これ樹齢60年経ってる桜の木でして4本立ってるんですね。すごくないですか？ここはもうクラブ会員の方しか入れないこうですね、スペースになってますので、非常にこれからもう少しですね、3月末ぐらいで、このテニスをやってるこのスペースの隣ではなんか少年たちがこうサッカーやってたりしますよね。はい、これそうですね、こういうふうにも開放されてるってことですか？これもサッカー兼用の形、ちょっとですね、サッカーもできるような形のコートになってますね。自重、はい、自重筋力トレーニング、これもクラブハウスの2階を使って石川トレーナーなんですけど、非常に笑顔が素敵なんですけど、ものすごいド S なんです、ね、うそうだ、僕もこれ一度やりましたけど、はい、相当厳しかったですよ。厳しい指導、毎週月曜日クラブハウスの2階でやってますね。もともと私もトレーニングが大好きでですね、そのきっかけでちょっとスタートした。ヨガなんかもやられてやってますね。これはこのクラブハウスの中でやってるんですか？クラブハウスの2階で、さっきのスペースで使ってます。このストレッチングもそうですね、ストレッチとですね、トレーニング混ぜた形のやってますね。でこれは中庭にこういうボルダリングの、あ、フレアイパーク、はい、今こうバスケットとかですね、子供たちが遊べるような、はい、手作りのブランコとか、あ、これパデルですね。あ、
テニス、ミニテニスみたいな感じですね。ミニテニス、そうですね。あのスペイン発祥のパデルというスポーツなんですけど、はいはいはい、あのまあ、テニスと近いんですよ。そうです。これガラスなんです。強化ガラスですね。はい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 、強化ガラスとこうフェンスに囲まれた囲いの中でやるスポーツなんですけど、テニスとスカッシュを足して2で割ってるような感じのスポーツなんですね。なるほどね、はい。ちょっと今日お持ちいただいたのがこれ、これですね。これそうですね、はい、パデルのラケットですね、はい、あのテニスラケットと比べて大きな違いはですね、まあ、もちろん長さが短いのももちろんあるんですけど、うん、あのここにやっぱガットがないですよね、うん、あの通常だとですね、やっぱりこうガットというのがあるんです。ガットがない、これウレタンでできてまして、うん、まあ、板状の板でできている形です、うんうん。重さはですね、テニスラケットとほぼ一緒です、ね。そうですね。ですから意外と重く感じるかもしれないですね。はい、これでテニスボールを打つんですか？そうですね、テニスボール打ちますね。はい、まあ。あんまり飛ばないのかな。そうですね。すね、逆にあのテニスガットと違ってですね、ガットがない、こう反発力はないんですけど。はい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 。これでもですね、何がいいってですね、これガットだと普通この部分がガットでガットしかないんですね。これがですね、パデルだとこう全面にやっぱデザインができるので、はいはいはい、しかもスペインというヨーロッパ発祥のスポーツですね、非常にですね、はい、ラケットがおしゃれです。なるほど、ね、ですから大体こうテニスだとあのやっぱ自分に合ったのを選ぶんですよ。自分たちのチームのマーク入れたりとか、そ う,、ね、そういうことできるわけだ。これだからです、ね、まずデザインで皆さん買ってきますね。かわいいとかかっこいいとかです ね, ね、そういう感じで。僕もやらないけど買ってみようかな。やってください、やってくださいよ。すぐ近くにあるんですから。そうですね、これからブーム来ますんで。なんか聞くとこによると、このパデルスポーツっていうのは、はい、あのただ単にこのミニテニスみたいなね、そういうのをやるだけじゃなくって、はい、必ずこれとなんかバーベキューがセットになるっていうふうに聞いたんですけど。そうなんですね、はいはい、あのもちろんですね、はい、あのもちろんパデルを楽しむスポーツでもあるんですけど、ええ、あのヨーロッパ発祥 で,、はい、で今ですねスペインから発祥して結構南米の方ですごく盛んなんですね。あ、やっぱね、はい、ノリが そっちだよな。やっぱ日本人のテニスというと、どうしてかというとやっぱりそのテニスの脇でご飯を食べるとかですね、うん、お酒を飲むって、ね、やっぱりちょっとご法度的なみたいなあるんですけど、はい、このスポーツは基本的にはまあ楽しみながら、はいはい、コミュニティスポーツです。いいですね、今日のテーマにもぴったりなんですけど、いいです、ね、コミュニティのスポーツになってますんで、はいはいはい、あのそのパデルコートの脇でですね、バーベキューというか、まあ、アサードってですね、アサード、アルゼンチンではアサードって言うんですけど、アサードって何ですか？肉のこう塊をですね、まあ、2時間3時間かけて焼いて、はい、出来上がったのをこうサーブして、それでっていう食べて飲んでっていう感じですね。でこれやって、そうなんです。なんて素晴らしいスポーツなんですか。まあ、今回そのアサードなんだと、バーベキューなんだと聞いた時にですね、実は日本バーベキュー協会っていうのがあるんです。知ってましたか？知らない。いや、あるんですよ。 NBA とかいうの、これですね、日本バーベキューアソシエーション。そう、そんな名前ですよ、本当に。 でこれですね、あのちゃんとまず先に講義があるわけですよ、うん、で講義を受けた後ですね、うん、で実際にバーベキューを焼く、うん、これ火の起こし方からですね、チキンからビーフから豚からポークからの焼き方とかですね、いろんなノウハウを教わって、最後にテストがあるんです。へ、で初級認定っていうのは、ね、持ってるんですか？持ってます、持ってます。肉マスター？肉マスターです。もうあのですね、パデル、うちの全福寺のパデルでですね、はい、肉がただ食べれるだけじゃないんですよ、はい、最高の肉が食べれるわけですよ。最高の、これですね、普通にご家庭とかですね、普通にやってるこう、はい、バーベキュー、バーベキューとわけが違う、はあ、最高のスタッフがいてですね、はあ、最高のお肉を提供しますんで。え、じゃあやりたいと思ったら、手ぶらで行っていいんですか？もちろんです。もう運動できる格好で来ていただければ。え、肉屋さん行ってこう仕入れて、それでこれお願いしますとか、そんなことやんなくていいんですか？もう気持ちだけです、大切なのは。今日楽しもうという気持ちだけ来ていただければ。もちろんラケットも貸しますし。じゃあこれをやって、はい、でラケットこれレンタルで借りてやって、はいはい、で朝、はい、焼肉食べて、お酒も？お酒もついてきます。なんて素晴らしい。これですね、本当にこう手ぶらでですね、パッと来ていただいて、でも一人だと思うんですよね。なんかパデルって面白そうで、なんか肉焼くっていうの、なんかでも一人だけど大丈夫かな、一、うんうん、人でぜひ来てください。あ、もうすぐみんなと仲良くなりますね。じゃあお一人様が多いんですか？結構ですね、一人で来て、まあ、最初勇気出して楽しかったから友達誘って来てっていう形で、いいね、まあ、だから帰る時には20人だったら20人の一つのコミュニティができてるわけです。へー、で汗をかいてですね、やっぱり汗をかいて美味しいご飯を食べて、美味しいお酒を飲んで、そしてたくさんの友達が増えるっていう、最高のコミュニティスポーツ。最高じゃないですか。最高のコミュニティスポーツですね。で今もうブームが来てますので、はいはい、やっぱりですね、まあ、2年3年経ってからでも遅いです、うん、今です、うん、今のうちにやっぱパデルをやっておくだけで、今でしょ、先に行かなきゃダメですね、うんうん、はい、ぜひその時はですね、あの全福寺までこうご連絡いただければ。ここですね。テロップ出てますか？はい、はい、出てます、ね。あ、ここまで出していただければと思います、ね。なるほど、なるほど。ちょっと今お出ししたのが、はい、次のお酒で、はい、亀の海。亀の海。なんか、亀の海、なんか浦島太郎的なイメージ。すごいな。春っぽくていいですね。っていうあのピンクのラ
ラベルが特徴的な日本酒なんですけど、桜っぽい。ちょっとあの、香りがすごいいい、あの本当に春の香り、花の香りが出るような、今ならではのね。そうですね、今限定で出てるやつなので、ちょっとこう、何県の、長野県の酒。長野、長野で亀の海がつくわけです。そうなんですよね、海がないですね。海がないから海がないからこそなんですかね。憧れちゃったみたいな、すごいいいお酒で、柔らかくて香りがいいお酒ですね。毎年出て人気のお酒なんで、ちょっと飲んでみて。ちょっと濁ってるんですか。ちょっと薄い。ちょっとだけ。ほとんど香りが違いますね。うわ、すごいすごい。春だこれ。春すごい。もう春にお花見してるみたいな感じです。うん。この辺置いて、なんだろう、雰囲気が出る。ちょっととろっとした。ああ、そうですね。美味しい。美味しいですか。これはいいね。花見には絶対これいいね。そうなんですよ。ラベルもいいし、うん、ちょっとこう爽やかな感じっていうか、本当まあ春っぽい感じの味ですね。日本酒でこれっていう感じなんですが、はい、ちょっとカマンベールチーズですか。チーズ、日本酒とチーズなの、合うんですか。なんかあれみたいじゃない、これほら京都のお菓子のなんかみたいな、八つ橋八つ橋みたいな、八つ橋。これもちょっとうちで売ってるやつなんですけど、ちょっと合わせてもらって食べていただくと、あ、美味しい。もう外側何なんですか、中がチーズで。タラのあの皮というか、タラで練り込んだやつの皮なので、あ、美味しいね。意外と日本酒とかも合うんですよね。うん、これはいいね。意外とあの合いますよね。花見やるときこれ買っとこう。あ、そうですか。今年これも関町セラーさんで、これも関町セラー、これはもう常に置いてあるんですか。そうですね、いろんな種類があるので、その中の一つですけども、はい、でお花見なんかでもここでやってもいいんですか。あ、もうお花見っていうか、なんか宴会だけど、もうそういうお花ないけど、でもやってもいいですか。ないですね、これ常にやってるんですか。基本的に2階はそこの部分のテラスの部分は空いてますので。今度映像でさ、あの桜の映像を撮っていただいて、あそこでプロジェクターで出してもらって、虹お花見みたいな。いや、エアーですね。エアー花火。エアー花火。いいな。僕はあのあれですよ、あの花びらたくさん拾ってきて、こうパタパタパタ。うち桜が60年の桜があるんで、なんかさっきもう花びらをこうパタ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 。高級な花びらですよ、それ。高級ですよね。高級な花びらです。もう喜んで。はい。また集めなきゃいけない。次使うからそれ。いや、いいです。じゃあ後半はですね、ちょっとあのなんか、はい、コミュニティの話、そっちの方にちょっと深掘りしていきたいなというのを思うんですけども、はい、まあそもそもそのテニスクラブ自体はお父様がオーナーで支配人で戻られ、11年後に戻られて入ったと、はい、いうことなんですけども、その2、まあ、2代目って言えばいいですか。3代目、実はうちの祖父もいたんです。あ、そうなんですね。そうです。じゃあ3代目なんですか。一応形に3代目、ね、3代目なんですね、はい、なるほど。じゃあ3代目としてやっぱ時代の流れっていうか、こう地域の変化っていうかね、はい、そういうところなんか感じながら、はい、このままやっていくのか、それともなんかちょっとこう時代にフィットしたような形で変えながらやっていくのかみたいな決断って、やっぱこう自分ご自分にあったわけですよね。うん、そうですね、僕がその前にそのこう飲食店からですね、この仕事に入ってきて、やっぱり一番最初に感じたのはですね、うん、まあ、さっき言ったこう昼と夜が違うなんていうのはまあちょっと置いといてですね、うん、はいはい、やっぱりこう来た時にもちろんテニスコートなわけです、うん、ですのでもちろんテニスコートにはテニスプレーヤーしかもちろんいないんですよね、うんうん、まあ、当たり前なんですけど、はいはい、僕パッと見た時に、僕はまあここで10年20年30年この場所でやっていこうと思った時に、うんうんうん、テニスの方にとってはもう本当にもう楽しい場所なんですけど、うんうん、地域の方にとって必要不可欠と思っていただいているのかなっていうのを感じたんですよね。うんうんうん、でパッと見るとやっぱこう垣根の脇からですね、うん、あの地域の、まあ、通りがかりの人がこう脇からこうちょっと覗いて、うん、パッと目が合うとふっと何もなかったりするわけですよ。なんかですね、こう見ちゃいけないものっていうかですね、あの、まあ、もしかすると地域の方にとっては、うん、まあ、テニスコートじゃなくて、まあ、公園があった方がよかったりなとか、うん、この辺にスーパーがあったらよかったりなとか、もしかして思っているのかなと。で僕なんか逆に、中学高校大学って全くテニスじゃなくてですね、違うスポーツやってきた人間からすると、はい、もちろんテニスが大好きで、はい、まあ、テニスで今後これからずっとやっていこうと思いはもちろん一緒なんですけど、もっと地域の方にももっとこう愛される形の方に、の方がこれから長く10年20年やっていけるのかなっていうのはすごく感じました ね、はいはい。テニスの人口とかっていうのは多分なんかね、当時から比べたら増えてはいないですよね。そうですね、やはりなかなか厳しくなってきてますね、うん、高齢化もしてきてるし、やっぱりこう、はい、
少子高齢化で子供たちもやっぱ減ってきてるので、やっぱこれから先なかなか厳しくなってくるのかなっていうのは感じますね。なるほどね。そんな中でさっきね、あのちょっとビデオの方で拝見しましたけども、その子供たちがサッカーやってましたよね、はいはい、テニスコートで、はい、テニスやってない時間帯でそれをなんかサッカーに開放して、はい、子供たちにも来てもらえるようなそういうなんかエリアに活用してもらってるっていう感じですよね、はいはい、そうですね。だからやっぱりなんか新鮮なのは、そのテニスコートって割となんか大人な、ね、テニス自体大人なスポーツで、はい、割とこう なんていうのかな、ちゃんとしたって変だけど、なんかそういうスポーツじゃないですか、うん、はい、だけど子供たちのなんかキャッキャッキャッキャ言う声がね、うん、聞こえるわけですよ、隣から、はいはい、それってすごく新鮮でね、うん、テニスコートでこんな声がするんだなんて思ったんですよ。もう今例えばですね、テニスコートの方の道に行こうが100人だったのが、うん、例えばまあ50人に減っちゃいましたと、うん、時にですね、僕の中の構想としては100人だったのが50人だった時に、この50人を増やすためにやっぱりみんな四苦八苦するわけですよね、うんうん、ではなくて、うん、50人減っちゃったのこの50人を例えばサッカーとパデルとヨガとトレーニングとかでいう形で結果的に100人になればいいのかなと、はいはいはい、ですのでテニスの方はまあいらないとかっていうことじゃなくて、テニスはもちろん大切にするんですけど、どうしてもテニスだけにこう特化してるとですね、やっぱりこういう一つの面になってしまうと、やっぱり増える増えないが1人減った増えたなとかだってやって、結果的にですね、テニスコートが維持できなくなって閉鎖するクラブが多いわけですよ。で僕としてはやっぱり10年20年30年テニスコートを維持するっていうのはやっぱ大きなミッションとして入ってきているので、テニスコートを残すためには逆にそこに固執するんではなくて、やっぱりこの地域この施設全体をいろんな方に共有していただくことによって、うんうん、テニスコートが維持できる、うんうん、結果的にこういう人たちが来ることによって、あ、なんだテニスクラブテニスコートがあるんだ、じゃあ、うん、友達がテニスやりたいっていうから誘ってみようかなとか、はいはい、うちの子にやらしてみようかな、うん、結果的にテニスにつながってくるっていう風な流れも考えてくると、うん、やはりいろんな意味でこう視野を広げた方がいいのかなっていうのはすごく感じましたよね。未来創造スケッチとかいいですか。何ですかそれ。未来創造スケッチ、これ未来創造スケッチ知ってますか。いや今初めて聞いた。これですね、実はですね、こういった場でオープンするのは初めてです。へえ。極秘資料、これ極秘なんですよ。なるほど。で実はですね極秘、うちのお客様にも実は見せてない。ああそうなんですか。だけどうちのスタッフには見せてるんですよ、はいはい、スタッフというか仲間には見せてますね、はいはいはい、で僕が目指しているビジョンというのはこういうビジョンだ、はいはい、それに共感した人と共に一緒にやっていくっていうのが僕の中の、はいはいはい、でいろんな方に話をするわけですよ、うん、こういうの作りたいこういうの作りたい、うんうんうん、だけどやっぱりこうそれがないとこうみんなこう頭の中でこんなの作りたいのかな、あんなの作りたい、やっぱりイメージが違ってきちゃうんで、このねそれぞれの頭に、ね、僕の中に思ってるイメージと違うイメージができて、はいはいはい、でこれは何か方法ないかなと、うん、あ絵を描こうと、うんっていうので、まあ、ちょっと、絵描きさんをちょっと紹介していただいて、はい、その人の時代僕2時間3時間本当申し訳なかったんですけど延々と喋るわけですよ2時間3時間ずっと喋ってこんなのこんなのこんなのでこう描いていただいたのがこれと で絵を描いてくださいと、うん、で描いてもらったのがこれ未来創造スケッチっていう絵なんですよね。45年経つクラブなんですよ、うん、で先ほど言ったように2、4、ローヤー等でコート10面あるのは変わらないんですよ。でこれクラブハウスですねがあるんですけど、あくまでもテニスがメインです。これはもちろん、うん、ブレてないんですけど、うん、あくまでもテニスのメインですね、うん、だから今は本当はクレーコートが2、4、ローヤーと8面あって今この人工芝のところなんですけど、ここのところクレーコートでこの奥のところをこれ人工芝に入って実はサッカーやってるんですね、うんうん、はい、サッカー兼用です、うんうん、サッカーメインのね、サッカー兼用のコート で、うんうん、で今実はここでですね、これ実はよくわからないと思うんですけど、これ野球やってるんですね。あれ前やってませんでした。前日産のですね、まあ、名前言っていいのかわからないですけど、はいはい、ベースボールアカデミーをやろうって話があったんですよ、はいはいはい、ですのでこれ実はですねピッチングバッティングっていうところでいわゆるその野球場というよりは単純にホームとかですねいわゆるアカデミー的な感じのイメージですね、はいはいはい、でこれ野球やってるわけですね、はいはい、でこれ横ではミニテニス、はい、でこの壁のフェンスを使ってボルダリングがあるんですよ。ボルダリング、おで今流行りの実は今ここにパデルコートがある。コートじゃまだなかったんですよね、うん、でイメージとしてはここにハードコートいわゆる土のコート、うん、人工芝のコートハードコートを作ってですね、うん、このハードコートもこれ実は何してると思います。これ何だと思います。ハードコートでまさにオリンピックパラリンピックじゃないですけど、うん、これ車椅子ですね。そうなんですよ。ここでは車椅子テニスやってるわけですよね、うん、障害者の方じゃないですけど、まあ、車椅子テニスが入ってるわけですね、はい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 、で今これ実はフレーパークという人工芝のこのところにゴルフの練習場、うん、ゴルフがあってですね、でこれは釣り堀があってアスレチックがあってこれバーベキュー、
しかもこれさっき言った樹齢60年の桜の下でこれ実は金魚すくい、ヨーヨーすくいっていう触れ合いスポーツがあって、うん、この前に実はこれこれ牛がいて、これ実は鶏がいるんです。なんとなんとさっきのこの2のこれ何だと思います？これポニーがいるわけです。あのこっちのクラブハウスの中ではやっぱり英語、英会話教室からヨガ教室、トレーニング、あとは料理教室、パン教室、まあ、そういった方カルチャーもやりつつですね、まあ、昔ながらでいうと45年経つクラブはもちろんテニスがベースというところなんですけど、このテニスをどうしても残したい、残していくためにはやっぱりいろんな方たちにやっぱり共有していただいて楽しんでいただいてコミュニティを作っていただくことが、これから10年20年30年地域の方にとって全福寺は絶対残してほしいと、あそこで僕たちは仲間ができたんだ、あそこで僕たちはコミュニティができたんだ、僕たちはあそこでいろんな意味でこう楽しい思い出ができたんだというために作っていくためには、うん、僕自身がテニスにこだわり続けるんじゃなくて、こだわり続けながら他のものジャンルを入れていくっていうことが大切なんだなと。でこれで大切なことが一つあるんですけど、うん、僕が全部やるわけじゃないです。これは僕の専門はあくまでもテニスですと。でサッカーの専門は専門のコーチがいて、で、車椅子は車椅子の専門の方がいて、野球は野球の専門の方がいて、ヨガはヨガの方がいて、で皆さんで一緒にこういうのを作りませんかという未来創造の絵が描ける方と共に一緒に作っていく、場を作る。そうなんです。僕ができるいわゆる地域貢献っていうのは、テニスを続けていくことではなく、でもちろんなんですけど、こういった形でいろんな人が伝えていくっていう、そういう場所を作っていくのは僕のミッションであると思ってるんですよね。だから僕がさっき言ったつなぐじゃないですけど、僕のやる仕事は、人と人をつなぐっていうところですね。ですからみんながこうバラバラだったところを僕がこ うまくこうつないでつないで、これが今度は横がつながっていく。できる人がやればいいってことですよね。全部自分でやるんじゃなくてね。そうなんです。できる人と一緒にやりたい。ただイメージはこんな感じですよ。そうなんです、ね、いうことですよ、ね、これが未来創造スケッチっていう、まあ、遡ることこれ10年以上前の時、私がまあこの業界に入った時にですね、やはりあの先ほども言ったようにこうテニスがメインでもちろんやってるんですけど、地域の方の皆様にとってどうなのかなと思った時に、あのやっぱり一度はでもいいからテニスしなくてもいいと、ただ一度でもいいからうちの施設にぜひ足を運んでもらいたいと思ったので、まあその年の秋に始めたんですよ。でなんとその時もテニスクラブ、これ硬いですね、テニスクラブ見学会、見学、まあこっちこっちですね、これこっちこっちでしたね、まあその当時として僕と一生懸命考えた名前、見学会。これやっぱテニスを専門にやられてる方にアピールしたけど、ということよりもですね、やはりまあ一回地域の方にも、いやそんな敷居高くないですよと、ぜひ一回入ってください、見学会ね、来てみてちょうだいと。そうなんですよ、これあともう、はい、これ見てください、来場者には先着100名様に粗品進呈します。粗品進呈、何粗品、もうね忘れましたたくさん余りすぎてこれね実際来たの何人ぐらいだと思います？当日これ張り切りましたよ、200人ぐらい来るんじゃないか、思いますよね、5、6人しか来なかった。もう僕と父親はオーナーですよね、朝から張り切ってもう受付で待ってるわけですよ、どんなに来るんだろうと思ったら5、6人 5、6人しか来ない。うわそれちょっとずっこけちゃいますね。これはですね、これやばいなと、やばい。だけど僕がやりたかったのは、単純にその来てほしいのが目的じゃなくて、うちを知ってほしい、だからこれじゃ来ないんだということで、こう焼き芋やったんですよ、焼き芋、はい、これうちの父、まあ、オーナーがですね、まあ、張り切って焼き芋焼くわけですよ、100人前は焼き芋焼くわけです、100個はあるわけ、はい、焼き芋が黒のね、10人ちょっとなんですよ。うわー、じゃあ、ね、90個余っちゃったわけ。夕飯焼き芋、朝ごはん焼き芋、お昼焼き芋でした。1ヶ月焼き芋ですねそのぐらいやっぱ来なかったんで、これでもね、まずいということで、まあ、宿泊しながら俺、数を回数重ねてですね、はい、まあ、そのうちこうお花見会みたいな形でですね、はい、あのまあ、フリーマーケットやりますと風船プレゼントしますよとか、苗木売ってますよとかですね、あのポップコーンとかですね、まあ、綿飴入れたりとかってこう、名前も変わるんですけど、秋のフレー祭り、春のお花見会、あ、親子フレー祭り、春のフレー祭り、これ名前がいろいろ、もうどんどん全部フレー祭り、春の桜祭りとかですね、どっかのなんかパン屋さんみたいな感じですね。でこれですね、見てもらうと何となくあるんですけど、だんだん増えていくんですよね。テニスの要素ないじゃないですかこれですね、やはりやっぱりあのもっともっとお客さん来てもらうためにはですね、やっぱりいろんなことをやって、例えばあのテニスにも興味がないし、今ポップコーンも別にいらないけど、あ、例えばこれで言うと、例えば何ですかね、え、
新鮮野菜の即売会やってるの。じゃあ来ようかしら。いいですね。一つのきっかけでいいわけですよ。地元のなんかその農家さんとかがここに出店するんですか。そうなんです、うん、これもあくまでもちゃんと地元の方をメインでお願いしてるわけですね、うんうんうん、で、いわゆるその出店料は一切いただきませんと、うんうんうん、出店料いただきませんと、うん、ただいわゆるさっきの話じゃないですけど、こういうことをして地域の方たちにコミュニティの場所を提供したいんですと、うん、もし賛同していただけるんであればそういうのを出店していただけませんかっていう形でお願いしてる方が出てもらうわけですね。でやっぱりやっていく中でもう少しご来たんでよかったんだけど、例えばもう少しこうなんだろう、焼きそばみたいなの食べたいな、うん、焼きそばか、うん、そうするとやっぱりそういうところに当たってですね、うん、まあ、焼きそばとか出店してくれませんかとか、まあ、これ増えてますね焼きそばね、うんうん、でフランクフルトとか、まあ、甘酒もやってますねこれチュロスもやってますね。でこういうの全部自分でやらないんですよ。豆腐屋とかもありますよ。豆腐屋、そう、豆腐屋さんに来て、これプリンとかドーナツとか売ってるんですけど、すこういうところはどっちかというと福祉関係なんです。この近くのこの隣のウィズさん、パン屋さん、関町さんの、この入ってもらったりとかですね、うん、でだん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 こう入ってくる。これちょっと見ていただきたいんですけど、本当だ、うん、これ2011年4月3日、春の桜町、直後だったんだよ、震災の。で、この3月の11日に震災が起きるわけですね。そうするととてもそんな春の桜祭りムードじゃないだろうというので、うん、これ一回中止になったわけですよ。で、ね、うん、でなったんですけど、やっぱり僕たちがやってるのは地域のためにってやってるわけですよね、うんうん、そうするとこれ単純に中止っていいのかと、やっぱりスタッフからも声が上がってきて、そうじゃなくて、うん、だったらチャリティーバザーという復興支援という形で、うん、やっぱり やるべきだと、うん、やることが大事、はい、ということでこの時初めてチャリティーバザーやったんですよね、うん、で地域の方にいろんなのを出店して、お客様にも出店していただいて、うん、結果的に45万ぐらいの売上金があったのを、東日本大震災の復興支援として宮城の方に支援させていただいたんですね。素晴らしいですね。これがいい企画ですね。これですね、私も地元の消防団に入ってますけど、うん、やっぱりこういった形のです、ね、救急訓練とかですね、うん、まあ、消防署の方にもご協力いただいて、うん、こういった形の地域のために頼むことをやってるということで、うん、でこれがですねだんだんだんこう変わってきまして、うんうん、まあ、これポニーが増えてますね、うん、結果的にはですね動物が増えてきて、なんかすごい動物化してきてます、ね、そうなんです、動物が多いな。で最終的に、まあ、まだ今年のができてないんですけど、うん、今年のが、うん、あ、今年、去年ですね、去年、去年のがこちらになりますね。全福寺ふれあい祭、すごい、なんかすごい多いな。要はですね、最初はどちらかというとこう縁日的なポップコーンとかでスタートしたんですけど、はいはいはい、やっぱりうちスポーツ施設です。まあ、今回もスポーツということになると、うん、車椅子ですね、車椅子テニスがありまして、うん、実は去年国枝さん来たんですよね。はい、まあ、国枝さんも車椅子テニス、あとヨガ、でもちろんミニテニスですね、うん、あとスラックラインと綱渡り、ボルダリング、キックターゲットっていう施設の、いわゆるそのこれも全て無料ですので、うん、でありまして、あと全部プレーパー、これ桜の下のところでいわゆる木登りとかベーゴマ遊びとか、うん、昔遊びができるコーナーがありましてですね、もちろんポニーがいて、これテニマルってゆるキャラも来ます。ゆるキャラもあえてですね、はい、テニマルくんっていう、知りません？テニマル中入ってんじゃないですか。え何のキャラクターなんですか。これテニスのですよ、テニマルくんですよ、知りませんか。もう来年今年取りますから、ゆるキャラグランプリ取りますから、これテニマルくん、生ビールラムネからかき氷からアイスキャンディーもできるわけですよ。すごいね。で、まあ、復興してるチャリティーバザー、うん、これですね、うん、お値段取るのはもう逆に言うとこのポニーぐらいですね。もちろんこの食べ物は取りますけど、うん、あとは無料なわけですよ、うん、そうすると地域の子どもたちとか家族が来た時に、とりあえず 1,2,3,4,5,6,7,8 で体験できて、バザーが見れて、でこのポップコーン、スーパーボール、金魚すくい、これ無料なんでお土産できるわけですよね、うん、だからもう 2,3 時間過ごせる、うん、いや 2,3 時間どころじゃないでしょ、これ1日いけますね。これはですね、今地域にとってはもう欠かせないイベントに、こう今800人が来るんです、1日で800人。10時から24時間限定なんですよ。短期でバッてやるんですけど、もう800人ぐらい。これ持たなくないですか、1日だけっていうのは。これいや大変です、1日確かに、1日で確かに。これスタート5、6人でしたから、これ5、6人が800人に増えてきてるっていう。で今なんかもう地区の保育園とかでも年間行事の中にこの末に行くっていうのが決まってるってお父さん言われたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ、ね、すごいすごいすごい。これこそ本当にこうなんですかね、今こういう形で普段やってる、そうじゃなくて地域の方に1日1回無料で開放。去年なんか、今年 DJ ができるやるんですけど、去年来たですね、まあ、あの幼稚園のお父さん、うちと全く接点ないんですよ、うん、お父さんがですね、その来た時に一生懸命スピーカーで流すわけですよ、うちとしては音楽 CD を作って、はいはいはい、そしたらその終わった後にですね、お父さんから直接連絡来まして、
僕実はあの趣味で DJ やってるんですよ、はあはあ、もしよかったらこのフレアエパークのところで DJ やらせてくれませんかと、その雰囲気に合った DJ 僕こんなになってこんなになってますか流すんでやらせてくれませんか、はい、でやっぱこの話をしたらもうぜひ話してほしいってで、はい、じゃあどうぞどうぞみたいな、はあ、その代わりうちとしてはあの場所はもちろん取らないけど特に売り上げもないですけど、うん、もしよかったらどうぞどうぞっていう、ダチョウクラみたいなっていう形でこう少し輪が広がってくるっていうと、あのですからこうなんですかね、やっぱりやってると面白そうっていう流れの中で合併で、一つずつこうコミュニティが生まれてくるっていう、うんうんうん、1日で80人ぐらいスタッフが来るわけですよ、うん、80人のスタッフが来るんですけど、うん、うちのスタッフっていうのはもう本当限られた10人ぐらいで、うん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 、あとはやっぱり外部の人たちにっていうところですね。なんかあれですかね、その、まあ、野田さんにとってその地域コミュニティね、今日地域コミュニティを活性化させるみたいなテーマだったんですけども、うん、地域コミュニティって野田さんにとって何なんですかね。僕はとにかく心の、まあ、当たり前ですけど、やっぱ心のつながりっていうところがすごく強いですよね。なるほど、なるほど、うん、やっぱり、地域にどうしてもこういると、やっぱこうなんですかね、少しこう寂しさじゃないですけど、うんうんうん、周りとのこう接点がないと寂しいんですけど、やっぱこう今日も初めてお会いしましたって感じでいくと、やっぱりこう心がこうつながってくる、やっぱり心がつながってくるっていうところがやっぱり一つの大きな、うんうん、だって単身世帯とか今どんどん増えてるじゃないですか、はい、だから一人で住んでる人たちが多いから、やっぱりねなかなかこうコミュニケーションできないですよね。そうですよね。それが地域にこういう大きな施設というかね、こういうスペースがあって、はい、いろんなテニス以外のこともやってるというね、イベントをなんか企画していただいてるから、そうですね、なんか参加しやすいというね、敷居が低いというかね、うん、やっぱりその会社に行くとやっぱり上司とかですね、先輩後輩ってすごくこう出てしまうんですけど、うん、やっぱ地域にパッと戻るとですね、うん、単純にそのこう仕事が何とか役職何っていうのはもう全く関係ないんですよね、うん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 、単純にうん、そこの一緒に地域に集っている仲間という感じでいくと、ね、やはりこう仕事とは全く違った、うんうん、昔の同級生とはまた違った観点での接点ができる、しかもそこには全く違うジャンルの人たちの話ができるっていうところなんで、うんうんうん、やっぱりこう何か仕事で嫌なことがあったなんとか今日はなんとかだなと思ってもですね、まあ、地域に来てですね、そこでやっぱり週末にそういう仲間と触れ合うことによってなんかこう心がちょっとホッとするというかですね、そういう空間じゃないけどそういう場所をですね、うん、まあ、提供できていければやっぱりこう、あ、じゃあ、まあ明日から仕事頑張ろうかなとか、うんうん、頑張れよって、うん、ね、どういう仕事か分かんないけど、うん、とりあえずまあ大変でも頑張れよって、また来週も会おうぜ、あ、じゃあっていう気持ちでやっぱり家に帰って頑張ろうとかですね、お母さんもやっぱりまあと思ってるけど家帰ってじゃ あ, まあ、ね、夕飯頑張って作ろうかなとか、なんかそういう、こう心のこうケアじゃないですけど、うんうんうん、ができるっていうのは一つの地域コミュニティのきっかけなのかなと思います、ね、いやもう本当にね、本当完璧に賛同しますよ、本当に素晴らしい、そんなのを作っていけたら面白いな、はい、なんかお手伝いできるかな、ね、いやいや、もう まずパデルですよ、パデルですね、まずパデルしていただくのは、はい、肉パデです、肉パデです肉パデ、はい、肉パデ、いやどうもありがとうございました。今日は本当になんか、今日は地域コミュニティの仕掛け人っていうことでね、あのスポーツが地域を明るく楽しく元気にするということをなんかパワフルにエネルギッシュになんか、これあれですか、今これで前置きが終わってこれから本番、そうですね、はい、今あのちょっとなんか肩ほぐしができて、はい、やっとこれから本番、はい、そうですね、はい、いえいえ、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれからもどうぞご活躍ください。はい、ぜひあのお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。今日は全福寺テニス、全福寺公園テニスクラブ支配人の野田照彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。